じゃあどうも、どうもこんにちは。石井さん、なんか蒸し暑くなりましたね。蒸し暑くなりましたね。東京梅雨入りとはまだ宣言出てないんですよ。いや、俺なんかこんな今1枚なんですけど、石井さんこれ来てさっき直前に遅れていくんじゃないかななんて思ったら焦って。すいません、ギリギリで今日携帯忘れちゃって皆さん心配かけちゃった。今持ってる？忘れちゃいまして家でですね。あ、そうなんだ。だから携帯って人生で結構今存在感が大きい。さっきリツイートしてくれたじゃん。あ、これはあの iPad です。あ、iPad ですか。はい、あと家の iMac が壊れちゃって今青くなってるっていうのが現状。壊れて携帯忘れてって。そうですね。皆さんはこのニコ生を何でご覧になってますかね、まあ、YouTube でご覧になってる方もいると思いますけど、スマホで聞いてるらっしゃるんですか、それともだから会社だとね、はい、なんかね会社だとね、そのニコって NICO でしたっけ、これアドレスが、はい、ニコビデオがこれが見れないのブラックしている企業が多いそうで、はい、だから、うん、なんか今ポッドキャストみたいにしてこれを録音歩きながら聞いてる方もいるって伺ったことが今見たらね、PC、デスクトップ、PC、スマホ、ああ、PC で、でもね、スマホでラジオ感覚でどうですかなんて昔言ったことあるんだけど、自分でやってみたら、人の番組を電池がなくなったっていう、ね、ああ、なるほど、うん。だから言わなくなりました、私。はい、YouTube でもこの番組出してますんでですね、うん、ぜひ見ていただければと思うんですけれども。はい、それで、ちょっとね、早速入るんですけども、この間、面白い気象庁の発表があって、石井さん知ってる？これ、ね、CO2 濃度っていうのがあって、はい、あれ観測してんだって。ハワイの有名な右上がり のデータがですね、ゴアさんとかいろんなところに寄されて有名ですけど、日本でも2カ所でやってるんじゃないか。だからね、いや、だからね、3地点やってんだけど、そのうち2カ所の数字が29日の、気象庁の発表で出てまして、もちろん新聞なんかでも報道されてますけれども、ね、場所が面白いんだよね、これ。岩手県の大船渡と、はい、それから小笠原多分と与那国町で、これ沖縄だね、そのうちの2カ所でやってるってこと。ちょっと微妙に10、20、30変わっちゃうっていうこと聞いたことあります。大気が綺麗なところじゃない。でもなんか CO2 の PPM ってなんかやってるんだけど、すごい違和感があって、これででも上がってるみたいですよね、うん、どん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 ね。まあご存知の通り、ちょっと濃度の分析あるんです、ほぼ均一になるらしいんですよ、 CO2 って。あ、そうなんだ。かなり長く残るからし、軽いからふわっと、軽い物質じゃないからふわっと広がっていく中で、まあでも確かにその CO2 の濃度が上がってるっていうのは、これはもう世界的にはそういう傾向で、しかし僕自身はね、こんな番組やっていながら言うのもあれなんだけど、本当に CO2 の濃度が高まるということが地球の温暖化、例えばツバルが沈むとかね、南極の氷が溶けてる量が多いらしいですけど、それが本当に CO2 だとか、それから温暖化ガスっていうとメタンだとかクロロフロロカーボンとかであるんですけども、亜酸化窒素とかね、はい、そういうものの濃度が増えたことによって大気が温められたのか、それとも全然別の地球のその何営み、うん、火山かなんか知らないけど、そういうようなことでなってるのかっていうのはいまいち分かってないんでないのっていうのは、まあ、僕はそれよりちょっと一歩進んで、温暖化が起こっていることは確かだろうと、うん、ただそこから先の影響っていうのが過剰に膨らみすぎちゃって、確かに変な政治問題になってるんじゃないかな。一体いくらかかるのかっていうね、その被害を回復させる、まあ、いくらかかるの。100万回くらい同じこと10年前から僕が本書いた時から言ってるんですけれども、だどういう未来を目指すかっていう大目標がありますよね、うん、その次の段階でこのリスクはどうですかって洗い出しがあるべき で、うんうん、でそれでその後に科学の出番があって、うん、それで対策を練るのにいきなり地球が滅びるとかわめく人がたくさんいてですね、面白いことに反原発の方々って2011前ですね、地球が滅びるって言っていた反原発の過激な、ちょっとおかしなって言って言葉使っちゃいますけど、温暖化で地球が滅びるって言ってる人結構重なってたんですよ。そうなの、でも温暖化で、僕はだけど原子力反対なんでしょ。そう、それはちょっと矛盾するわね。で2012年なぜか15年盛り上がってないように思うんですよ。2008年の洞爺湖サミットの時、わーってマスコミと日本が盛り上がって、まだニコ生もなかったです。いや石井さんさ、俺思うんだけど、今安保法制で忙しいんだよ。あとね、辺野古で沖縄の辺野古で多分半原発動したら忙しいんじゃないかと思うので、はい、まあ重なってるんですね。そういうこともあるのかなっていうことで、ただその同じ人たちがですね、どうもさすがに原発と温暖化って結びつかないねっていう、黙ってるからこれだけ盛り上がらないのかなって。盛り上がってないですよね、以前より。ていうか、そんなにその例えば官邸前デモとかも、うん、その少ないもんね、実際は。
東京新聞とかで報じるとですねその人たちだけを画面いっぱいに報じるのってうわすごいというふうに思うかもしれないけども、あの行ってみるといいんですよね。そうするとね意外とねこれじゃあちょっと運動にしてはなんか寂しいよねっていうのはあるわね、はい、ただプラカードは過激ですけれども人数が少ないので、はい、パッとこうそこの官邸前とか永田町のあたりから見るとあなんか寂しいなというのはありますけど、まあ別に寂しくても盛り上がってもいいけど、はい、うん、であの実はエネルギーでちょっと大きいトピックが、まあ、繰り返し先週も言ったことで、あの正式決定ですね、あの、うん、まだ案なんですよ、ね、あまだ案か、あのつまり今からパブコメ募集、あ、まあまあそういう意味ではね、ただまあ政府のとりあえず国民への提示ってパブコメをなんでこんなことやるのか俺は分かんないけどもやるみたいなので、それのちょっとこれもう一回映してください。これ先週か先々週かなんか昨日が正式案の、あのこれでいきますよが決まったんですよね。はい、ちょっとコメント、その間本当に原発反対の人はその中にいません。あ、そうなんだ。どういう意味？いや要するにデモやってるんだけど、デモ本当に原発反対の人はデモの中にいないということをこの方はコメントしてて、面白いことをおっしゃるねっていう。はい、これで皆さんこの表なんですけれども、あの省エネが 17%、 それから原子力が20から24、再エネが22から24という数字なんですけれども、昨日なんだと、うん、2030年の断面ということなんですけれども、はいはい、ちょっとこの数字をですね、後でアンケート取ります。もうちょっと人数増えたらアンケートしますけれども、はい、やっぱりね朝日新聞の記事と社説っていうのはこれ面白いんですよ、うん、あの読んでると面白い、あのね朝日新聞の今日の朝日新聞6月3日の朝刊のこれは7面なんですけど、安倍総理は実現可能だと、そりゃそう言うわね、だってそれで閣議決定しようとしてんだから、はい、で安倍総理はそう言ってると。それでところが朝日のこの何見出しの記事の横の用紙的な記事ではサマリーでは目標達成の道筋は描けていないという、まあいつものような反対論調なんですけれども、社説の方はこれも今日の社説なんです、朝日のね。だから同じ新聞で違うっていうか、同じ新聞でこっちの記事は未来の道筋が描けてねとかなんとか言っときながら、社説の方ではですね、なんていうの、その再生エネルギー、太陽光はその競争力があって、原子力は競争力がなくなるので、成り立たなくなる可能性があるという言い方をして、またこの何を言いたいかというとですね、何を言いたいんですかね朝日新聞さんはというようなことで、で、まあ、社説のタイトルが電源構成未来を考えようなんだけど、これあの冗談抜きでこんなこと書いてると朝日新聞の未来を考えた方がいいと思うよこれ、うん、本当にやっぱりね数字が合わないですよね。それとね、まあ、ちょっとこれ石井さんの意見もお聞きしたいんですけど、そのリスクの高い原発は今後商業的になりたくなる可能性があるって言ってるんですけれども、このそんなこと言ったら大型の石炭とかあの太陽光とかってもっと無理だよ。まあもっとというか、まあ、石炭はね原子力よりはあれかもしれないけども、太陽光は無理だよ。あの廃棄物問題がですね、うん、20年後に増えちゃうのがありますね。もっと早くと思う。もっと早いと思う。もっと早いと思う。そんな20年持つかどうかっていうのは結構微妙ね。昨日ですね、北海道のちょっと居住者の方に聞いたんですけど、うん、ちょっと市民、まあ景観、いわゆる真っ平らな美しいところって引きやすいんですって。であのメガソーラー、そうで、まあ、騒ぎが起こり始めてるよみたいなことをおっしゃってて、さすがに市民団体とか住民の方が起こり始めた、それを言うんだと、例えば原子力発電所とかですね、火力発電所っていうのはあの港の近くなんですよ、大方ね、大方港の近くで森林を切り開きます、うん、でこれは木を伐採してます。でだから CO2 吸収源を伐採していると言われちゃうとその通りなんだけど、実は太陽光もこの間もイカタってあの原子力発電所の横にまたあるんですよね、あのメガソーラーが、うん、それから、東通りという原子力発電所に行く途中でもたくさんメガソーラーがあって、それもあの要するにあの今おっしゃったね、はい、あ話林とか森を切り開いてっていうか切っちゃってるもんね。だから同じなんですね。で、うん、それで費用対効果っていうか CO2 削減効果考えると、あの面積あたりでいうと明らかに原子力の方が有利っていうのはもうこれ明らかなんですよ ね。で朝日はな、うん、まあ言っちゃ悪いけど森林保護とかいろんなキャンペーンを国であのやってるんですよね。でもメガソーラーいいんでしょちょっとおかしいなっていう。だからすいません、またあの上げ足取りに。だけど別にメガソーラーだけじゃなくて原子力だって火力だってそういうほとんどは森林を切り入れてることも確かなので、その点では
木を切ってるっていう意味では同じなんだけれども、要はその吸収源っていうことで考えるとね、うん、CO2 の吸収源っていうことで考えると、その新聞社の人も真面目に考えた方がいいよこれ、うん、本当にそういうのを考えると、うん、で矛盾だらけで、いつもの朝日のエネルギーってやればできるなんですけど、別にやればできるって言って、うん、アメリカと戦争したバカの国がありましてですね、うん、その時の社この新聞の社説もやればできるだったと僕読んだ記憶があるんですけど、うん、とあとその70年後同じこと言うなよっていう感じなんですけれども、うん、だから人間考えるのと同じなんじゃないですかで、そのさっき言ったね、リスクの高い原子力は原発は今後商業的に成り立たない可能性があるって言うんだけど、これはね前からそうですよ。もともと原子力発電っていうのは誰と競争しようと思ってないからね、日本はよ、日本は競争しようと思ってませんので、はい、長期的に動かしてそれで回収してやめるための資金積み立ててって何べんも言ってんだけど、それで廃炉プロセスが40年50年あるから、そのための人と物とのためのお金を積み立てましょうっていう長期事業だっていうことはもう1960年代から政府はちゃんと国会でも言ってることでして、別に隠してないことっていうのをマスコミが報じてないだけなんだけど、そういうふうなことなので、何回も言いますけど、原子力に競争力はあるとかないじゃなくって、競争を前提にしていません。原子力は電気料金を低くて、低廉な安定供給を目指して原子力をやっているので、自然エネルギーとか、火力発電源と競争という概念ではないので申し上げておきます。この話また後でしますけど、今自由化があってね、その話がちょっとごちゃごちゃになるんですけど、これはまた難しい話になっちゃうんで、ちょっと、はい、でも、ね、そういう意味では小売自由化なんていうのは小売のブローカーが自由化される話なので、その上流の発電とはあまり関係ないんだけども、発電の自由化というのはこれを本当にやってしまうとですね、原子力のみならず多分石炭火力は立地ができないと思う。なぜかというと、多分おそらくね、これ環境アセスメントの観点で極めて難しい。それと天然ガスについて言うと高い。アメリカのシェール革命とか言ってるけれども、その日本に来るのね何倍もしてますからね、うん、だから高くなるよ話が、うん、まあ、ごめんなさい戻しちゃう。はいはい、どうぞ。はい、やっぱりこれやっぱり僕は民主党政権の時ってご存知の通り原発ゼロっていう政策を、まあ、選挙前だったら打ち出して文章を読むと読むに耐えなかったんですよ言っちゃ悪いです、民主党の方申し訳ありません、ただ古川さんちょっと反省してくださいっていう文章だったんですよね。でこれはみんな言ってたんです、原発ゼロってゼロにするのはご自由なんですけど、そのプロセスが全然書いてなかったんですよね。で今回は結構読めるものにはなってるところ、だからその今ね、そう今民主党政権、まあ、古川さんというのは当時古川さん国家戦略担当大臣だったかな、まあ、古川さんご個人は、はい、いい方ですよ、まあ、いい方で、あんまり中身なんか読んでねえんだからどうせ、まあいいや、ごめんなさい古川さん、はい、それでね、私の感覚で言うとこれは役所の人は苦労したと思うよ、民主党政権の時は本当に。で、うん、今回はね苦労してるけど、まっともになった感じはするんですけど、でね面白いのはね、はい、ちょっといいですか、この閣議決定文じゃない、ごめん、経済産業省の資料ね、閣議決定文じゃなくて、今回の初期エネルギー需給見としては、まあ、言い古されたことなんだけれども、まず、欧米に遜色ない温室効果ガス削減と、はい、次に電力コストは今よりも下げましょうって、まあ、当たり前の話、それからもう一個が自給率っていうのが出てきた、はいはい、これがね。で、皆さんは一般常識だと、恐ろしいことに、民主党政権の時っての原発ゼロ目標の時、この3つ、自給率のことと、電力コストのこと、温室効果ガスも全部入ってなかった、ね、だって全部自給率は下がるし、はい、CO2 は上がるし、全部矛盾が起きるから、うん、で今回はね経済産業省の文章、まあ、これ閣議決定になると思うんだけど、後で見ていただければと思うんです、25% って無理だよ、うん、無理だよやれるとしたらねやれるとしたら、はい、原子力の季節よ、新設じゃなくて、新設は時間かかるから、季節の原子力の稼働率をものすごく欧米並みに上げても難しいかもね、はい、ここでエネルギー自給率っていうのは一時エネルギー総供給って言ってですね、いわゆる車とかも含めて、ガソリンとかも含めてですね、電力だけじゃないってことですね、目標としてはいいかもしれないですけど、はいはい、まあ難しいです、はい、電源ならできる、電力だけだったら 25% は原子力だけで十分いける、カウントすれば、まあ、ウランは今日本で作ってないんですけど、それがありえると思うんですよね、はい、あ、そう、分かってます、どうもありがとう、はい、それで2030年のエネルギー需給の見通しなんですけれども、でただし結構つじつま合わせが多いんですよね今でも、
そう思いませんか、うん、あのご存知の通り、さっきの数字が出た。そう、あ、そうだ、それでさ、ちょっとせっかくだから、はい、細かいアンケート皆さん取るで、ちょっともう一回この表見てください、この表ね。あ、じゃあこの表を見せながら、あれだ、ちょっとアンケートをやるんで、ちょうど来た人が200人なので、まあいいかと。はい、皆さん、この中で重要な数字は、前回も申し上げましたけど、省エネと再エネと原子力なんですが、一番大事なのは、というか、まあ無理なのは省エネなんですけれども、私が思うにだよ、皆さんはこれを見てどう思うかということで、あの皆さんの思いよね、あの感想、いつものように直感インタビュー、アンケートやりますよ。まず省エネ、省エネ目標が 17% マイナスなんですよ、2030年ってね、2013年から、まあ、大体約17年で、まあ、15年ぐらいですよね、 17% 削減なんだけど、これができると思うかどうか、あの思うかどうかね、思うか思わないか分かんないかっていう。省エネというのは何もしない場合と比べてあの 17% 下がる、うん、これは危機効率と私たちの使い方の双方があると思うんですけれども、うん、皆さんの生活から大丈夫ですかということを考えてください。そう、17年で 17% なので1年間に 1% なんですけども、出ました、ですか、ね、あ、出た、思わない、なんか俺の顔がアップになってる。で7割、あ、答えを申し上げますとですね、1990年と2015年のご存知の通り、あの私たちのエネルギー消費、個人では上がっちゃった、確か 10% ぐらい上がっちゃってるんですよね、うん、で皆さんの生活考えればいいんですけど、この前も言いましたけど、パソコンの普及とかですね、うん、高エネルギー化が進んでるんですよね。今ね、正解があるのというコメントがあったんですけど、いやそれはね、これ意外と鋭い質問で、正解があるのかと言われたら正解はないですよ。これは分かんない、本当にね、世の中の動きなので。実績からすると、うん、戦後ずっと個人所得が上がると同時に、うん、あの個人エネルギー消費というのは、あの経済の減反あたりの、うん、消費って、あの CO2 っていうのは上がってるんですよね。だから多分僕は無理だと思います、うん、まあ CO2 なんてどうでもいいという気持ちも分かんないと思うし、その下に原発3割復活しかない。でもこの原発3割復活とかっていう、まあ、数字の3割っていうのは象徴的におっしゃってるんだろうけども、これはこの番組でも何遍も言ってますけども、再エネについて言うと技術的にはもう不可能なので、で原子力は技術的に不可能なんじゃないんですね。政治的な決断ができないだけなので、うん、やろうと思えばよ、原子力がその寿命まであるとすると、やろうと思えばこれはできるんですよね、うん、はい、で次、あと2つあるんで、次の質問はですね、今省エネでしたけど、次は再エネ。再エネはですね、22から24という比率を2030年断面で掲げていますけど、これが可能と思うかどうか。今 9% ですよ、うん、10かな、今10ちょっと、うん、10、でもほとんど水力、水力が9張って、はい、0.1 だった CO2 がですね、太陽光が、うん、あの1をカウントするようになりました、うんうん。でここに電源構成があるんですけど、皆さんどう考えますでしょうかね、うん、はい、皆さんで123どうか押してください。まああんまり分からないというんじゃなくて、1か2どっちかにしてほしいけどね、うん、はい、思わない、あ、さっきと同じぐらいですね、思うが2割ちょ 25% 4分の1だけど、思わないが7割。はい、でついでにもう一つ、原子力は20から22という比率で再エネよりちょっと低くなってるんですね。まあこれは政治的な思惑とかあったんでしょうけども、これについてできると思うかどうか、皆さんの2030年のビジョンをですね、その時世の中どうなってるか、政治状況どうなってるかみたいなことでちょっと考えていただきたいなと思います。水力抜きでほぼゼロ、その通り、よく分かってらっしゃいますね、このコメントくれた人は。はい、どうですか。ああ、思わないが半分、わあ、でも拮抗してるね、5対4だから。まあ、これはやろうと思えばできるんですよね。だって機械がそこにあるわけですから。じゃあこれは達成できると、可能ではあるんですよね、うん、ご存知の通り、政治的に、そうそう、技術的にはできますのといっても、別に明日すぐね、発電ができるわけじゃないですよ。そう、準備いりますよ、半年とかね。だけど2030年ダメなんていうか、はい、ありがとうございました。そういうような感覚でいるということ。だけど例えばね、今のやつ見ると省エネも無理やと、で原子力も無理やと、再エネも無理やということは、化石燃料しか達成しないということなんですよ。で化石燃料はまあ達成しますよ、それは、うん、別に政治的にも難しい話じゃないし、石炭はややね、環境政策的に難しいかもしれないけども、これは政治というよりも行政の話だね。だけど天然ガスについては言うと、コストさえ許容するならば
いけないことはないんだけど、ただあんまりそのシェール革命だということで、シェールってのはその今はアメリカのヘンリーハブの価格に連動してるわけですけど、日本は原油価格に連動してるんですね。それで原油価格のがその100ドル100バレルあたり100ドル時代ってのは1年前のはそうだったんですよ。その時にはそのヘンリーハブの方が安いもんだから、うん、シェールは安いって言われてたんだけど、今原油価格下がってからね、うん、だからまあちょっとよくわからないの、うん、先が見通せないっていうのはあるんですけど、うん、今言ったようにみんな常識的に難しいなと思う数字がこれ出ちゃったわけで、ただね、はい、石井さんさ、俺もそうなんだけど、今までこれ見てきてさ、はい、政府の目標って大概無理だよねとかいう、だからそのセノビッツがさ、恥ずかしいと僕は思うんですけど、うん、背伸びすぎちゃうんじゃないかな。で、背伸びだけだったらいいんですけど、うん、京都議定書みたいに国際約束しちゃうと、そう、日本はね、そう、これが欧米と違うところなんだよ。本当にやろうとするんだよね。これがすごいんだよ。日本とドイツはすごいと思うよ。だからドイツは本当にできちゃうんですけど、できる数字出してくるんですけど、日本の場合背伸び本当にしちゃうんですよ。というかね、あと乾いたタオルですよね、うん、もうね、日本なんてこれ以上ね、どうやって省エネ、いやさ、できないことはないよ、ちょっとぐらいは、まあ、あの家庭用はできると思いますけど、まあ LED に変えるとかね、はい、あんだろうけど、工業用はね、もう無理だって。難しいんじゃないの？あの、うん、まだ日本世界最高水準なんですよ、まだなんですけれども、で中国とかに圧倒的に省エネ率は勝ってるんですよね。それでね、ちょっと今日はちょっとアンケートいっぱいある。あのね、こういう質問、省エネで思い出した。皆さんは自分の家でエネルギーの節約をすごく努力している、そんなに努力していない、二択。皆さんはご家庭で、あの仕事場じゃなくてご家庭で、ね、自分の電気料金とかガス料金を、あと灯油とかね、節約をに努力しているか、要するにしてないか、割とノーズルかみたいなね、感覚的なことでこういうのやってみたいんですよ。はい、あの結果が出たら私自分の家のことを申し上げますけどね、はい、PC 使ってたらダメだよなって。そうだよね、あれ電気食うよね。だから Mac なんかね、すぐ閉じるからね、はい、いいんじゃねえかという。エアコン使わずに扇風機使ってる、すごいね、俺無理だよこれ。やっぱ無理だよ俺、うん、はい、どうですか皆さん。そうでしょう、ね、いや、あの、そうなんだ。っていうことは皆さん7割の人は余地があると思ってんだ。うちねえよ、うちね、まず夜はね、夜っていうか昼までも、あの、なんていうかな、必要なところ以外は全部俺が消すの。ああ、僕もそうですよ。お金の問題もあるなと。あ、そうそう、だからあのね、なんで消すかっていうと、エネルギーがもったいないとかってそんな崇高なもんじゃなくて、俺の電気料金を取るんじゃねえおめえって、そういう、あのガスもそう。皆さんはね、どういう感性ですかね、コメントで。あの、ただし、うん、まあ使っちゃう、自然にと使っちゃうのとですね、うん、なんだっけ、日本的な笑い話なんですけど、うん、2011年夏の電力不足の時、節電しましょうって言ったら、なんかおじいさんが本当に節電して、あの熱中症で運ばれて亡くなりそうになって生きてたんですけれども、なんか新聞で読んで、なんか日本人の真面目変な、いや、でも石井さんさ、それ僕思うけど、それ節約じゃないよね、うん、それってっ無理、やりすぎ、やりすぎだから、自分のエアコン、自分家のエアコンがないと自分が苦しくって、例えばその仕事の効率だとか勉強の効率だとか家事の効率が悪くなるっていうんだったら、それ節約じゃないんでないの、うん、と思うよ。で、なんだっけな、朝日新聞のアフロヘアの変な編集員の方が節約話をずっと書いてるんですけれども、うん、結構面白がってやってるんですけど、うん、ここまでできないな、どうやって全部電気取り替えてですね、結構コストもかかるんですよね、事前に。俺んちの契約はどんだけだったかな、あのね、私もこんなことで言っときながら厳密に料金の今すぐ思い出せたら難しいんだけど、再エネの賦課金で言うと、先々月が480円ぐらい、うん、先々月ね、だから4月か3月か、いや、コーヒー一杯じゃなくなってきましたね。なんだ、スタバのコーヒーだよ、スタバドトールじゃねえんだよ、ドトール200円だよ、ね、スタバはまあ俺いつもソイラテのトールのソイラテだから、ね、480円ぐらい、なんでこのコーヒーがいけない、ちょっと高くなってるなって感じですね、うん、はい、でもね、これ今日のコメント面白いね、企業の方をなんとかで、これはね、結構企業のね、電力消費について言うと深刻だと思いますよ。やっぱり家庭に比べて厳密に計算するでしょ、出てくるんだよね、まあ節約はいいんですけど、例えばネオンとか消せる、消して、何を、ネオンとか、ね、あ、ネオンね、はいはい、
そういうの結構難しいと思うんですよね、うん、俺富裕層じゃねえってだからうちはねガス使わねえんだよあんまりだから電気どうしても使っちゃうの、うん、うちはね電化された家なんでごめんなさい480円は再エネの私たちの支出なんですよね、はい、確かに私は確か2人家族だから300円強だったと記憶で再エネ、はい、で一律家庭じゃないと思うんですよね確かで石川さんが使って石川さんお子さんがいらっしゃってお子さん数が増えるとそれは増えてくるのは当然なんですそうそれがねやっぱりね子供が大きくなると夜ね電気スタンド当たり前だけどつけるしそれぞれそのエアコン中かあれをつけないと今なんかもうね過ごせないんだよね、うん、いや今はまだあれだけどやっぱり夏なんかはそうするとどうしても使っちゃいますよねこれ家の構造なんだろうね冬はねものすごく暖かい家なのうち暖房ほとんどいらない家なのうちはその代わり夏が暑い家なので冬のガス代って実はガスは少し使うんですよ床暖でだけどほとんどそんなにかかんない電気代もそんなにかかんないけど夏はやったら食うんですようちねっていうふうに皆さんそれぞれ違うんじゃないですかね今一人暮らしが凄まじい距離増えてるんですけど、うん、一人暮らしの方が効率が悪くなるんですよねだこの間ねこの番組でやったけど朝日新聞でほらご夫婦で太陽光かな、うん、だけで過ごして奥さんが夏の暑い時はでもエアコンないんだけどもそれでも耐えられない時は図書館に行って涼んでますみたいな、うんやっぱり一つのそのエアコンとかでたくさんを冷やした方がいいんだろうね。うん、まあなのかね、皆さんね。実際そういうふうなことをやりましょうみたいな提案は出てましたけれどもね、2011年のエネルギー危機の時ですね。だからね、この間っていうかずっと前だけど、東京ドームにプロレス見に行った時にね、エアコンがすげえ効いてんの。夏。あとね、両国国技館、これ G1 クライマックスっていうシリーズがあってね。さすが。すみません、プロレス専門用語で。これね、エアコン効いてんですよ。あ、エアコン効かす、僕もプロレス好きだった。だけど一番一線にいるんだよ、あれ、あんな国技館って。死んじゃいますよ、エアコン止めたら。止めたらね。止めたら死ぬっつうか、行かねえよ、俺。そしたら本当に皆さんどうですかドームだとか国技館とか武道館とかね後楽園ホールとかねあと選手が死んじゃうでしょ多分いかに鍛えてる人たちでも熱40度のところで戦ったら、ね、選手はまだ戦ってるけどレフリーがきついと思うあなるほど、ね、あとはセコンドのレスラーきついんじゃねえの下っ端だからねみたいなちょっとエネルギーもうこういうプロレスすぐ結びつけてしまうんですけど新日見てんのっていや今見てないです僕が今見てる新日っていうのは全部ね自分がビデオ持ってるんですよ VHS のアントニオ猪木とビル・ロビンソンとかってそれ昔のことなので答えはそういうことです、はい、ただ、うん、まあ話を戻すと結構だから、うん、エネルギーって減らせないんじゃないかなって思いますよねでまともになったけどこの数字やっぱり楽観的すぎますね、うん、ただねドイツはね去年初めて経済成長がプラスなのにエネルギー消費が減ったっていういやてかドイツ政府が発表したのあそうなんですかで実際にその統計を見たらそういう数字が出てるのでこれはすっげえ興味あるねどうやってそんなことやったのっていう人類史というか戦後史で一つだけライトの秋元さんという有名な経済学者の方がすごいことにその人もかすごいオタクっぽい経済学者って言ってたし僕勉強させていただいて経済学者ってオタクだよなんつってごめんなさい皆さんですごい優秀な方なんですけどその方が OECD の全統計を取って経済成長と CO2 と、うん、エネルギー消費の関係やって全部右肩上がりになっちゃうんですよその人その方をお呼びしたいね有名ですよ秋元さんご存知あれいやあそうですかうわごめんなさい秋元さんのいくつかの論文で1回だけ例外があるんですいついつご存知だと90年の東東欧あそっかあれでそっか90年の東欧っていうのはドイツでかいもんね全部ですね工場閉めちゃうんですよ東欧が全部ただ全部確かにその時はギュンってなったんですけど東ドイツだけ統計のマジックで西ドイツとくっついて西ドイツはその時だけ景気が良かったから全体でプラスになってるんですよねそれ例えば中国がね、はい、大きな国で石炭火力をボンボンやってますと、はい、それを原子力に、まあ、10年ぐらいかけて置き換えますと、はい、だから30年後の CO2 目標は達成できますとだけども経済成長もそこそこいきますっていうのはマジックというよりもそれはかつての日本なんだと思うんですよね、はい、ただエネルギー転換の時でもエネルギー経済成長と結局一緒になっちゃうんですよね経済成長してる時は個人のエネルギー使いまくるから、うん、個人もだから戦後史で1回だけ例外があったのがドイツ東西統一のドイツだけなのそれもう1回起こったっていやどっか統一しろ次なそうだよそうみたいなこと北朝鮮と南朝鮮無理だけあり得るっていうのが原発をボコボコボコって作ったら可能かもしれないですそれは政治的に無理でしょうね日本ではね、はい、だけど地球規模で見ると
原子力でもしその電気の部分ね、はい、車とかじゃなくて電力を使うという部分で原子力をもしそういうふうにやるのであれば、それは CO2 はその分は確実に化石燃料の代替であれば減るわね。だって、うん、一応原子力が CO2 出ないってことになってっから。ああ、まあ確かにその話はちょっと面白いで僕知りませんでしたね。ただこの数字結構難しいと皆さんも分かってるし、うんうん、政府の人たちも分かってる、ね、でもね、こういう分かってる中でどういうパブコメが来るかっていうと、おそらくパブコメもそうなんですけど、この間あるイギリス その学者さんに私インタビューした時に、イギリスでも同じなのって言われたのは、エネルギー問題もそうだけど、大概は反政府反権力にアンケートの答えが集中するって言うんだよね。だ日本とやっぱりイギリス、それはイギリスの学者さんでしたけど、やっぱり同じみたいで、だからこのパブコメってね、多分原子力が高いとか再エネが低いとかっていう朝日新聞的なあ、いやいや本当にアンケートっていうか、あ、ごめんなさい、パブコメが多いんじゃないかなと思うよ。ただイギリスは政治がまたので、左政党の労働党が温室効果ガスとコストのために原子力作れって今政府突き上げてるんですよね。だそういう成熟した議論が日本の、まあ、左右の単純な見方は知らないですけど、ちょっと左系の政党から出てこない。そうだからね、今は野党である民主党とか、あとは、まあ、前与党だったかちょっとあれかもしれないけど、共産党とか維新の党が、ごめんなさい、維新と共産党は並べちゃいけないんだけど、野党っていう意味ではそういう政党が原子力に現実的な数字と再エネの現実的な数字と天然ガスの現実的な数字を出してきたら、これは素晴らしい、うん、そしたらねまともになると思う。ね、野党がまともになれば与党はまともにならざるを得ないから、だから野党の方にまともというか現実的な数字を出してもらいたいんですよね、うん、これがこれから その再エネの工程ですとか原子力の工程ですに出してくれると、おお共産党すげえとかね、維新は素晴らしいとかっていう風になって、ほら自民党何やってんだってことになんだけど、今自民党が一番現実的なので、これでも現実的な、これでも現実的ってことになってんだよ。嘘だけどね、俺からすると無理だよこれ。だけど多分民主党とか共産党が出す数字よりはまだ現実に近いんじゃないかというので、もう一つものすごいねっとりした現実の話を一つやりたいと思うんですけれども、補助金でね、自家発の補助金って震災後特に流行ってるんですけど、まあ摘発されましたね。摘発されちゃったのがあって、名前読み出してもいいんですけど、だってもう出てるもん、テクノ社、テクノラボ社、テクノラボ社、茨城県の牛久市で逮捕者も出てて、うん、多分刑事罰が食らわるんじゃないかって。で補助金ジャブジャブになったんですよねこれ特例復興国債っていうのがほぼ全部売れちゃったんで、一瞬だけそれの名目がつくと予算、うん、今まで全部マイナスだったのにそれだけつきまくってるんですよね、うん、ちなみに復興国債って3年だから、だからいい商品です。そうです、だって復興国債なんてさ、どう考えても国債の名前の国債だよね。あけれども、うん、結局名前が変わってただの国債が20兆円上積みされただけ で、うん、で使い道余りまくっちゃってる面もあるんですよね。いや基本的に余るようにね作ってんですよね。だからね補正予算とかで毎年景気対策やるでしょ。あれも行政現場の実務的なことを言うと足りないものもあるんです。例えば介護報酬の介護 そのヘルパーさんの人件費上げようっていうのは平成23年ぐらいからやってるんですよ。あ21年か、社会保障でそっちの方は足りません、はっきり言って。だから介護のヘルパーさんの料金、人件費はそれによって上がったのは微々たるもんで目標取れていませんが、それ復興じゃないですからね、うん、だけど同じ補正予算でも、うん、こういう復興みたいなところでバーってやったら本当にバーってやっちゃって余るんだよね、うん、そんな使えねえんだよ。やっぱりねこれ中越の時もそうだし、今回の東日本もそうだけども、阪神の時もそうだったんですけど、結局被災地って被災地なので、うん、まずそれを普及しなきゃいけないので、うん、普通のその例えば製造業向けとかサービス業向けに補助金とかなんとか用意したって、あれ復興してないからできねえんだよっていうで、これね本当ね笑い話っていうかね、笑っちゃいけないんだけど、でそういうのあるんですよね。なかなかやっぱりね、だから中央政府でこう積算してね、うん、でなお中央政府の国会で通すわけでしょ。やっぱりね分かんないっていうかね、多めに取っちゃうんだよね。豊かな国の素晴らしさで、うん、チェルノブイリ行ったんですよ、うん、彼らの対応ってほったらかしなんですよで日本ってその話を聞くと素晴らしい、お金が余るだけでも豊かな国っていいなって、ね、だけど例えばその特に子供向けね、特に子供向けのその健康保険というかその放射能関係のね医療関係のケアとかっていうのは、まあ、年寄りはちょっと置いといてさ、僕らみたいな大人は置いといて、まず子供からやるとかっていうのはちゃんと
まあ、モニタリングをするとかっていうのはこれは必要だと思うんですけれども、この自家発とかこういう製造業とかね、こっちの方の話っていうのは余ったら他に転用すればいいじゃないかっていうご意見あるんですけども、仕組み上ですね、政府の中の仕切りのことを言うのもちょっとあれなんだけど、まあほとんどできないですね。おそらくね、根本的な理由というのはよく縦割り行政って言うでしょ、はい、あれ縦割り行政だからっていうそんな一言で言う理由ではなくて、結局予算って金額じゃないですか、俺が取ってきたっていうのがあるわけよ。あ、官僚として、うん、そう、自分たちのセクションが取ってきたわけ、まあ、人事異動するから俺というよりも俺たちのセクションが例えば10億なら10億取ってきたと、うん、で2億余りましたと、じゃあそれを他省庁他局とか他のかまして他省庁にどうぞとやるかって言ったらやんねえ。それね、与党は通らない、与党が通らないのよ、それ与党が通らない、そういう政治家のことも決めて、だって部会によって決まってんだから、決めてやったりなんだって怒るよ。そう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 、だから結局総理官邸なんですよ、あるいは自民党の幹事長室とか総務会長室とか、ああいうところで、うん、まあ、総務会長室ってあんまねえんだけど、そういう官邸とかそういうその省庁割じゃないところが人事権をね行使して、うん、これをやったらお前は次大臣にしてやるとかなんとかっていうことやんないとできないけど、できないね、削減っていうのもできないんでしょうね、うん、削減なんてもっと無理だよ。だからこれ余ったの調整するとか本当に必要かとかですね、例えば今岩手県でちょっとエネルギーから出てきたスーパー堤防構想についていろんまだ議論が続いてるんですよね。まだやってんので作るか作んないかで、なぜか でも作りなさそう、作るところが増えてる、ね、あ、増えてるんですか、地区ごとに決まってるんですけど、ただし合理的な選択、堤防巨大にするとなんだっけ、港が使える範囲が狭くなっちゃうとか、漁港とかそういうのはやっぱり合理的に適度にもう災害起こってもいいから減らして、つうかさ、堤防作ったらね、堤防って海の中に作るの、それともオフショア、オンショア、真ん中ですよ、だからスーパー堤防って本当に巨大だから、オフショア、オフショアなくなる、僕現場行って陸ですか、はい、だから陸か、陸だけどそうやって高くすると土台も凄まじく広くなるんですよ、だから巨大な万里の頂上でもそれ原子力発電所もそうですよ今、うん、柏崎とか浜岡とか行きゃ分かるけど女川とかもすげえよ、なんでこんなことやってんのっていうふうに僕は思うんですけど、皆さんどう思いますかね、ご覧になるといいですよ。だからこういうふうにね、合理的にお金使われてるのかなという気持ちはしないでもないんですよ。で、畑村陽太郎先生という有名な危機の先生、危機管理の先生がいるじゃないですか、失敗学のですね。で、こんなのまた起こっちゃうし、想定外起こるんだから、集中して高いところに住むのが合理的だよっておっしゃって、僕もその通りだと思うんですけど、なぜかその予算があるためか、スーパー堤防が、万里の長城がですね、また三陸にできてるんですよね。いいの、万里の長城、現実的を都合のいい官僚言葉はね、官僚言葉じゃなくって、現実的じゃないとダメだと思うよ。うん、はい、それでそう言ったんだ、高さ80メートルの、高さ80メートルの津波があったらさ、それまあ、80はなかったですよ、そこ高すぎね、それ。あ、ただなんか日本の記録で80っていうのが過去あったみたいですけれどもね。だからこういう、まあ、話を戻すと、また震災事業食い物にしちゃうって、ちょっとお金の管理の仕方なんか、まあね、した方がいいと思う。お金を配ると震災だろうと普通の平時だろうと緊急時だろうと、どうしてもその儲ける人って出てきます。お金配るので、その儲かる人がいても別に構わないです。それで経済が活性化すればいいんだけれども、この九段のですね、この補助金の自家発電のやつというのは、あまりにも金額がこれ10億単位、うん、億単位、約10億円かかったとする報告書を提出したけど、5億円騙し取ったということになってて、かつね、これすごいのはさ、東京地検特捜部とかだと、もしかしたら政治家の裏があるかもしれない、まあ、これは言っちゃいけないですけど、政治家もだけどね、難しい、最近ね、僕ね、最近というか、まあ、ここ15年ぐらいですかね、特に今世紀に入ってから、政治家の人のこういう補助金とかに対する絡み方ってものすごく難しくなって、これね、なくなりすぎちゃったような気がする。あ、逆にね、だけど本来ね、議会でもって予算とか決めるわけじゃない、うん、そうすると確かに自分の地元にこんだけ持ってこいってのは、それは俺も僕もおかしいと思うけども、だけどやっぱり選挙民っていうのは補助金とかそういうお金の予算の情報、税制の情報とかを誰に聞くかって言ったら、普通そんなもん役所に電話なんかしねえってそれはやっぱり国会議員ないしはその秘書さんとか事務所に聞いて、そしたら国会議員はね、やっぱり役所に教えてとかって、あるいはこれ窓口でご紹介ぐらいやるのがそんなにいけないことじゃないと思うんだけど、皆さんはそれはアンケートは取んないけども、
どう思いますかね、自分の票を入れた人に対して例えば自分が補助金とかの情報を知りたいとかになった時に、その議員の事務所の本人、議員本人でもいいし、秘書の人でもいいけど、その人に聞いて紹介してもらったらありがてえって思わねえっていうことなんで、そんなことぐらいもう今やってねえんだよ。ああそうです。だからね、あの今ね、国会対応って本当に国会対応なのよ。国会議員対応っていうよりは、うん、本当にだからその国会質問を答えるっていうのばっかりになっちゃって、それだと逆に行政組織っていうか官僚組織としては議員さんとの意見交換の場が逆に少なくなっちゃうと思うよ。これはね、いや逆にね、予算の円滑な消化の点でも良くないと思う。あのやっぱりね、合わないとダメだよこれ、うん、と思うんですけど、何かあった面白いコメント。余った理由なのかもしれないですね。公務員は電話対応できないぞ。まあそれは関係ないけど。いやそんなことねえよ、うん、俺やってたよ。ちょっと危ない人たちと待ってたんですよね。そうなのよ。なんかね、そういう役回りが多かったの。あ、なるほど、偉いなと思う。僕そういう、いや偉いんじゃなくて、そういう役割お前がやれとか言われてもしょうがないから、はぁ、やってたっていうような話ですね。なるほど、はい、だからまあちょっとこれ難か、この予算の問題どう直していいのか分かんない。あとね、これね、役所に聞くでしょ、それから行政がやればいいと思うけどっていうこのコメントをしてくれた人は、政治家に聞くんじゃなくて行政官、つまり役人に聞けばいいって思うかもしんないけれども、あの逆にね、役所に聞くとね、たらい回しにされちゃうと思う。うん、ね、分かんないのかもしれない、うん、あの普通の人、僕らって多少長のこと分かんないもん。あの窓口は、政策は分かるけど窓口は分かんないもん。自分がいた組織は分かるけど、だからね、これはなかなか難しいと思いますよ、うん、本当に。まあお金の使い、 FIT ってそれで補助金が5000億円ですから、まあ、制度利用したあの金融とかが入ってきたからかもしれないんですけど、それは自治体の仕事じゃねえのかって。あ、これはですね、そんなことないです。自治体とは限りません。あのやっぱり国の補助金は国の機関、うん、例えば国土交通省だと本省ってことはない、まあ国土交通整備局だね、地方整備局とか、まあ、昔でいうところの陸運局とか、あるいは経済産業省なら経済産業局とか、そういうあの地方支部部局ってのがあるんだけど、これ要するに中央官庁の出先なので、中央官庁ですね、うん、そこに聞かないとダメなんで、必ずしも自治体だけではないということですね、はい、うん、ワンストップ大事、そう思うでしょ。でもね、ワンストップって大事なんだけど、ワンストップできる人って世の中誰もいないと思う。一応復興庁ってそのために作られたんですよ、ね、でもね、復興庁の中で俺やったことあるんだよ、昔。あの昔ってそんな昔じゃないんだけど、電話したことあるの、うん、3回ぐらい回されたよ。だからね、ワンストップって本当にね、ここのコメントの通り大事なんですけど、ワンストップすると、そのワンストップの人が知っておくべき書類って多分ね、これこの天井突き抜けるよ。いや本当、そういうもんなんだ、うん、だから例えばこれ役所だけじゃなくて企業でもそうだと思うんですよ。大企業でもそうだと思うんだけど、代表にかけてお待ちくださいって回すでしょ、うん、結局あれなんですよ、オペレーターだけじゃ対応できないんですよね。あくまでもオペレーターで、そこで1個でしょ、うん、で次行ったらさ、これやっぱ細かいとこ分かれてるんだよ。だからインターネットのプロバイダーでなんか聞くと、やっぱり2つぐらい回されるよね、うん、ちょっとお待ちくださいみたいな感じで、それしょうがないよね。結局行政クレームってダラダラになっちゃうんですよね、うん、だからあの僕も取材とかね、結構絞らないと問題が出る。これね、いいこと、人工知能に任せよう。面白いこと言うね。あ、だけどそうかもしれないね。これさ、電話のオペレーターがさ、言葉を解析してさ、どこどこどこってやったら、ただアマゾンとか今そういう人工知能使ってるんですよ。本当、検索とかですね、本当、あの注文履歴からおすすめが来ます、メールできますし。でもこれやったらさ、はい、公務員のポスト減るよねっていう、全然別の問題が出てくるっていうことで、どうします皆さんみたいな、はい、ああそうですよね、エネルギー政策語って、あ、すいません、ごめんね。だけどさ、いつもエネルギー政策語ってるのなんかさ、いいんだけど、ごめんなさいね、はい、エネルギー政策っつっても、これだから結局こういう補助金のところっていうのは電力だけ自家発の問題ではないんですけども、イメージは良くないな、うん、これはね、あの自家発の本当にただね、うん、補助金とかね、なんか不思議なことに、あの再エネ補助金ダブジャブジャブになっちゃったじゃないですか。でこれってこれと重なると思うんですけど、結構今あの再エネいろんな問題出てますよね。結局国が関わると、まあ、公務員、官僚出身の方に失礼ですけれども、なんか歪んできちゃいますよね。再エネも健全な発展ができないとか、ね、多分ね、思うんですけど、それはね、僕が思ってるのは、僕は公務員の世界から民間でこう全然変わっちゃった、あれ自営業ですけど、はい、自分で金を使って自分の金かどうかですよ、うん、だから今石井さんがおっしゃった歪むっていうのは、僕なりに解釈すると結局人の金なんですよ、うん、だからそこで変わっちゃうんだよね。あと原子力は逆にですね、お金ジャブジャブってやったから対話がなくなっちゃったんですよね。あ、僕原発推進派じゃないので、あの誤解しないでくださいね。
石井さんって意外と原発反対なんだよ、うん、反対じゃないけど意外と慎重なんだよ石井さんは、はい、でなぜか原発推進派って僕の名前出すと罵倒が並んでんですけどちょっと違うんですが対応、まあ、だけど推進派っているのかね今いないですけど、ね、あんまりね推進派って誰ですかって言われて頭思い浮かぶ人僕はね人ほとんどいないです澤田先生とか我々の共通のいやー推進派じゃないねなるほどどっちかというと慎重でもね原子力とかあとはこれ原子力以外で TPP なんかもそうだけど進めようと思ってる人ほど慎重だよ、うん、すごく石橋を叩かないと渡らない人たちしたいって多いよねだから補助金、はい、お金が絡んじゃったら原発ってなんか歪んじゃって対話しなかった感じがするんですよねだから対話しないでほったらかしてたらこの全部壊れちゃったらもう何の議論もできなくなるそうだからお金をこうやっぱりそれぞれ交付金という形で地元とかに渡しながら会話するっていうのが最も理想だだけど今ね原発を立地している市町村は僕はそれなりにやっぱり地元の話聞いたりね、まあ、あマスコミの地元の地方紙とかも含めてやるとやっぱり長年の間職員さんと住民の人は同化してきたというかもう本当にちゃんと対話は成り立ってるんだけど、うん、そこから一歩行政区画ね、うん、隣の町とかに行っちゃうと変わっちゃうっていうのはそれはもうあるような気がするねお金が出てない行政地区っていうのでもう半原発不屈になっちゃってるところあるんです、うん、あ名前言っちゃいけないけど隣の村長市長がボロボロに悪口言うとかそういうのたくさんあるんですよねあの日本の原発名前出しませんけど10個くらい簡単に上がるんですけどまあ言わないです、うんはい、だから本当はその場合にはもう函館そうです市町村あ函館まさにそうなんです、ね、市町村を超えてやっぱり県でもあんまりそればっかりやってもね、うん、原子力の場合はちゃんと辞める時のお金とか人材の育成のためのお金を積み立てとかなきゃいけないので全部が全部交付金で地元にまくわけにもいかないですねちょっと解決策は確かにお金なんですけどちょっと残酷なことを言うとですね、うん、お金があるとなんかいろんな悪い副作用が出ちゃうんでこの自家発の問題もそうだし復興予算ちょっと今日話がずれて申し訳ないんですけどそういう問題が起きちゃうことはちょっと慎重にいかなくちゃいけないですよね、うん、なんだこの原発立地の人たちの話を受けてそうなんですよねでもねこれは聞きたいんですけれどもなかなか顔出し実名では来てくれませんねただですね立地っていうのはまあ20年ぐらいあるんで立地のところは大抵原発支持になって皆さん勘違いなさってますけれども、うん、その周囲とか県単位で見るとめちゃくちゃになっちゃうんですけれどもねあ生活保護で自立できないみたいな、まあ、おそらく生活保護の中には本当に苦しくて必要だという人もたくさんいるとは思うんですけれどもそうでない人が特にマスコミなんかで書かれちゃうのでこれまた生活保護のイメージが悪くなるんだけどもでもね生活保護って僕は思うんですけどまあ医療保険と同じだと思うんですよ大方の人はねやっぱり仕方なく生活保護になっていると思いますよだけどもその中で何百人に1人とか何千人に1人の確率でねそれはろくでもない受給者だっているけども問題はその人たちを一人一人全部一掃するために立てかける行政コストとそこはまあしょうがねえよなと言いながらまあいや、 いやだけど別振りましょうかっていうのとその何行政上のリスクとコストの計算っていうのを生活保護なんみたいなところっていうのはやんなきゃいけないんでしょうけども今の状況だと生活保護ってやっぱりメディアにはよく捉えられてないですよね、うん、だって思わないだってマスコミの最終的な役割だよね弱者のあけれどもね結構雰囲気違いますよ読み比べるとですねあそう生活保護もっとやれみたいな雰囲気の新聞とですね切り捨てましょう新聞っていうのはちょっと今分かる切り捨てましょう新聞露骨には言わないですけど話つまり言ったら原発嫌いな人たちってやっぱり生活保護神話派ですよね、うん、そう、まあ、最後にちょっとエネルギーじゃない話をしますけど生活保護はこれからもっと増えると思うんですよね現に増えてますこれアベノミクスとか関係なくもう政権交代も関係なく増えてます90年代半ばから、はい、でこれはね理由はもう高齢化です、うん、高齢化の医療扶助と生活保護が圧倒的これはね年金が足りないっていうのもあるんですけどそうするとだんだん年金っていうのは全額税方式に変わっていくんだよね、うん、っていうエネルギーと何の関係もない話をしましたけれどもだからこそその電気料金だとか水道料金とかガス料金というのは日銭なのでこういうものはなるだけ上げないようにするっていう政策を打たなきゃいけないのになんだか知らないけど自由化でイノベーションとかなんか言ってるので電気事業法今回法案でガスも一緒に発送分離とか法的分離とかやってますけれども2020年施行した後には料金は確実に一瞬下がってその後上がると思うので、うん、まあ覚悟ですよ
覚悟したくなければ、まあ、法案は通るので5年かけて施工停止ぐらいしないとダメだと思うよ。じゃそのぐらいやんないと本当に生活コスト上がっちゃうよ。もう消費税のところの詐欺じゃないと思うので、うん、っていうことを、まあ、今日は最後に社会保障とエネルギー結びつけて喋って引き続きあの、うん、来週サミットなんですよ。あ、来週かな、サミット来週がサミットで、あの CO2 の問題、安倍さんが、うん、あの今後話し始めるのでですね、うん、CO2 と電力コストの話はちょっとまとめていきたいのと、電力自由化もそろそろまとめて渡したい。いや、もう法案上がるでしょ。だから今度最速が決まってるじゃないですか、あの調整期間とかですね、あの石炭火力どうするとか、原子力国有化問題とかですね、そういう話も引き続き追っていきますし、あの、うん、ぜひよろしくお願いします。あとはそうそう、今日も出たけども、その原子力は競争力がないっていう話なんですけど、競争力がないんじゃなくて競争を前提としていないので、これはもうちょっと理解をしていて、ちなみに再生エネルギーもそうだからね、競争を前提としてませんからね、うん、だから再生エネルギーと原子力ってのは国際エネルギー扱いだから、両方ともこういうものに競争原理を入れてはいけないんです、この国は。入れるとダメなんです、自給できないから、化石燃料資源がないからっていう事情があるので、メタハイが取れるようになる100年後ぐらいまでは無理なので、そういうことを前提にやっぱりこれからも我々が生きてる間は考えていかなきゃいけないということで、次いつだっけ、来週、来週、はい、来週は、はい、石木さんまた水曜日で、はい、今日ちょっと話が飛びすぎた、はい、ありがとうございました、また来週ありがとうございました、どうも。